俺のよりならそこを手で押さえ、元のところを手で押さえ、指で押さえないと、コーティングした蝋を軽く着火の妨げにならないように軽く剥がして、あ、それコーティングしてるんだ。俺がやったらいい、確かに俺がやったらいい軽く、そう、コーティングした蝋を軽くね剥がすのがポイント。ついた、はい、次は。大丈夫か、ポジショニングをうまく調整できてるから、手をしてポジショニングを調整した方がいいぞ。こういう風に平らに置いといて、こう切った方が薄く切れると思うよ。ポロッとしてると危ないから、ビニールが風で舞うのが本当に難しいんだよ。なんとかしろ。おい黒猫飯、ミニエが待ってんだ、さっきから拾いなさい。いや、なんか変な液体ついてる。イメージ的にはさ、イメージ的にさ、問題は俺の空手がなくなった。これこう当たってさ、このソリが、こんな感じかな。こういう風に切れば切れたから。前にスッと動かす、前にスッと動かす、そうすると包丁は滑らせて切るから、前にスッと動かせば切りやすいです。なんか微妙ですね。どこ行った？あ、やめて。あんたどこ行った？あれ？こんな緊張した？大丈夫大丈夫、やるよ。マッチの音にもつけられないのか。言われてる、言われてる。早くつけろよ。俺のゴースイム。なんでロー剥がした？剥がした？軽くローを剥がすんだ。防水用だから、防水用だからいい。なんで？だるくていろいろ盗撮をとか全部、俺もすぐ消えちゃったな最初。まあそれも使えねえ、俺使えなかった。あの、ロウがついたままこすってもつきづらいから、軽くロウは落としてよ。コーティングした。ちなみについてる。いい感じね。うん。ついてる。なんでセミの羽お前持ってきてんの？いや、ついてた。